水戸黄門天下の副将軍は1959年7月12日公開の日本映画である東映製作配給監督は松田貞治カラー東映スコープ94分月形龍之介主演の水戸黄門シリーズ第12作配集は2億2581万円で1959年度の邦画配集ランキング第8位となった 時は、元禄十年。将軍、綱吉の後継者争いを嗅ぎつけた水戸公文。三国は、助さん、格さんと共に、江戸に入府、途上し、幕閣らの妨げも、ものともせずに、綱吉に、兄の子、幸福綱とよを後継ぎとする、よう直言する。水戸家では、諸子であった三国の亡き兄、頼重が、市販の高松藩主となったが、三国は、兄の子、 つないだを本家の後継ぎにもらい受け、実施、雷常に高松藩の二大藩主を継がせていた。施錠視察ということで、神田の丹前風呂にお忍びで遊んでいた、三国主従は、大阪の商人、よそえもんと名乗る男から、雷常の狂気により、高松藩が混乱して周囲が困っていると聞かされる。三国本人の前と知ってか知らでか、三国を罵倒するよそえもんに憤る。 謎の板前、猪吉屋、三戸家川用人、大田原伝兵衛。高松藩の汝に、三つ国、助さん、角さんと伝兵衛は、三戸屋一行として旅立つ。ありがとうございます。